これまで K-1 のリングでは結果を出していないマークラッセル。しかし世界チャンピオンになり格段の進歩を遂げた。ホーストが倒すのに苦労したタフな肉体とスピリットを持つ男が大物食いを目指す。さあ第1ラウンドのゴングが鳴りました。いきなりコブのバックスピン見せてくれます。石井館長、アンディ・フグはラスベガスでもそうだったんですが、非常に勝つことはもちろん見せるということを非常に意識したファイターですよね。だからやっとねプレッシャーを楽しむというか、今までプレッシャーで負けてきたのがですね、やっとそのプレッシャーに打ち勝てるようになってきたと。なるほど。だからアンディ・フグの新根性ってここからだと思うんですけどもね、ただマクラッセルは4年前のマクラッセルと全く違いますから。そうなんですよね。ヨーロッパのマーケットで、あの頃まだデビューしたばっかりだったんですけど、もう勝ち抜いて上がってきてですね、今WKの世界チャンピオンですから、本当にちょっと侮れない相手を迎えたって感じですね。そうですよね。その WKA の世界チャンピオンのベルトはついこの間までモーリス・スミスが保持しておりました。モーリス・スミスといえばおなじみ、かつては世界最強の称号も手にしたことある選手ですけれども、左のショートフックと見えました。かかと落とし、左の肩口に入りました。アンディのかかと突っ込んで左のミドルキック、ちょっと驚きましたね。ラッセル面を食らったという格好でしょうか。はい、確かに谷川さん、マークラッセルはあの4年前とは体つき全然違いますね。ちょうど4年前といえばですね、アンディ・フグ選手も負け続けてきた頃で、はい、あの頃はマークラッセル曰く、あの頃はアンディも弱かったけど強くなっただろうと、で自分もそれだけ強くなったってことを言って、アピールしてましたからね、試合前に。まあ、あの4年前の自分の姿、はい、あれとは絶対違うぞというところをアピールしたい、そう話していったマークラッセル。頭をつけてボディを狙っていきます。いや本当4年前の試合は日本で行われた試合を見たらですね、本当ハートの強い選手ですよね。そうですよね。パンチが入ってますね。ちょっと嫌がりますね、アンディが。ちょっと顔を当たり切り、カウンターで入ってますよ、はい、アンディの方をかすめます。危険な相手ですよ。蹴りの打ち合い。しかしアンディは横に顔を振るか、もっと絞るかどっちかします。はい、アンディのラッシュ、右のキック取って左のキック、これアンディの得意パターンですね。アンディの素晴らしいコンビネーション、左のストレート、右のゆっくり沈む、リングアッパー。いや、打ち下ろす最初の全てが効きましたね。最初のパンチでしょうか。はい、その後のアッパーも良かったです。まだ試合は第1ラウンド、どうもフェイントから、左ストレート右アッパー、さあアンディ、ここは決めにかかる。チャンスと見たか、アンディ。ハーフですよ。ハーフがピンチです。右から左、右のフック。さあ距離を詰めていく、はい、マークラッセルはここは我慢どころ。第1ラウンドが終了しました。よし、しかし第1ラウンド、アンディ・フグ1つのダウンを奪っています。かつて K-1 のリングに住む魔物に見入られ続けたアンディの姿はもうどこにもなかった。ラッセルの動きを見切り的確な攻撃を繰り出す。その上花のある大技も随所に散りばめてみせる。今のアンディに死角はない。あとはどうやって仕留めるか。 KO は時間の問題だ。でもさすがですね、マークラッセル、やっぱし立て直してきますからね。第2ラウンドのゴングを聞きます。第1ラウンド、まずはアンディがダウンを奪いました。ヘビー級なんで一発やれば倒れるんですね、ただダウンして どこまで自分を立て直してくるかという、はい。まあ、しかし長嶋さん、はい、マークラッセルはホーストのハイキックから立ち上がってきた男ですからね。そうですよね。ちょっと不気味ですよね。顔面へのこう衝撃っていうのは自分の意思じゃどうしようもないところがあるんですけど ね、 ダメージの方はどうなのか。マークラッセルかなり口の中効きますね、出血が見られます。おっと、アンディのかかと落としに対してマークラッセルもかかと落としを見せました。そして小さなパンチ、左のハイキック、これはガードします。アンディです。だから10カウント休めるんですよ、そういう風に考えればいいですね。なるほど、だからその間に立て直せるかどうかっていう集中力ですよね、その集中力の素晴らしさは先のホースト戦でもマークラッセルが見せたところですからね。そうですね。
アンディが狙いに行く、高藤ちょっとバランスを崩しました、もつれ合って両選手倒れます。これやっぱり本当アンディはもう年齢はかなりもうベテランの域なんですけど、年齢良くなってますね。いや、ここから良くなるんじゃないですか、今までほら全く違う競技をやってたわけですから。そうですね、まあ、アンディもその K1 のグローブになれるまで2年ぐらいかかりましたかね。ですからフィオ選手とアンディと全く違うタイプですよね、はいはい、フィオ選手というのはそのプレッシャーに打ち勝てるんですけども、アンディというのはそれ以上にナーバスになるタイプですから。なるほど、まあ、確かに試合前非常にナーバスになる表情。あっと左のストレート、ガードの奥からマークラスリーが左のハイキック、シットディフェンスなんですよね。攻撃早いですね、コンビネーション。コースと左のローとディスプレー、アンディフグも左のローを返します。ガードを固めるアンディフグ、そのガードを施こうというマークラッセル、細かく狙ってますね。アンディが前に出るコンビネーション、あー、聞きました、ローキックが聞きましたね。ローキックが聞いてますね、ローキックが聞いてますね。一番じゃあのコンビネーションですね。そうですね、上下上下、左の一つ牽制を入れますアンディフグです。アッパーから左のストレート、とにかくマークレアクセルは本当にこの4年間 K1 に出たくて出たくてしょうがなかったと話していました。左のストレート、アンディフグ、しかしマークラッセルも打ち合いに応じます。あのアンディがあの左のローキックを蹴るようになったんですね。かかと落としは入ってます、入ってます、入ってます。ボートまで沿って左のハイキック、距離を詰めるアンディ、左のボディードロー、右のフック、タフですね。藤原さん、ここでファイティングポーズを取れなければノックアウトということになりました。アンディフグ第2ラウンド終了間際、素晴らしい左のローキック、2回戦進出を決めました。これはアンディが強いってことですね、本当にあのマーク・ラッセル決して弱い選手じゃないんで、また強くなってますね。長嶋さん、これアンディは王者返り咲き、もしかしたら資格なしという感じもするんですか、この戦いぶり。そうですね、館長おっしゃったようにそのプレッシャーを楽しむっていうんですか、そういうのは今回僕本当感じられましたね。そうですね、そうですね、あの長屋で左 の、はい、あの指がずっと悪かったんですね、で